どうもこんにちは、吉田さん。やっぱ新規もリピートも大事ですね。で、最近思うんですけども、やっぱこうね、角度を変えてみるっていうんですか、最近模様替えしたんですよ。この壁紙どうですか。壁紙を貼り替えて、こうポスターをね、額縁に入れて貼ることによって、なんかちょっと見え方が変わるじゃないですか。これだけでもこうやってなんかこう自分の心境の変化もプラス、視聴者さんにも飽きさせないような、こういう風なね、バックステージ整えるのが大事だと思うんですよ。普段ほら、後ろに掛け軸とか和室の向こうの方が映ってるでしょ。でも壁を背にしてやると、なんかちょっとこう引き締まったような感じがしません。ちょっと喉渇いたんで水をいただきますね。ね。よいしょ。ね、こう水溜まりがおかしい。ね。いや、今日も始まりますよ。だからね、いろんな角度を変えてやってみましょうということでございます。でもね、やっぱりね、ジャルジャルってお笑いいるじゃないですか。最近ね、ネタがね、飽きてきて見なくなっちゃいましたよ。一時期ずっと見てたんですけども、あれも結局リピート起こさないといけないわけでしょ。でもリピートが限界がありますね。ジャルジャルもね、面白いんだけども、なんか予想できる面白さにもうね、だいぶ見るとこう収まってきて、新しい動画がアップロードされてももう見なくなっちゃいましたね。なんか次もっと面白いもん、もっと面白いもん、もっと意外なもん、もっと意外なもんっていう風に消費者は期待するんで、ちょっとその辺がちょっと追いつけなくなってきたかなってことです。まあ、いわゆる旬が過ぎるってのはこういうことなんでしょうね。なんかその小島よしおさんもね、ハードゲイ、レーザーラモンも結局あの一発のゲーでずっと見ると刺激がどんどん薄れていって、新ネタも出てこないし消えていくじゃないですか。なんでだろうは結構ね、汎用性があると思うんですけども、一発芸人でも長続きする人と、本当にもういいよお前らはよみたいになっちゃうのと、顕著に分かりますね。まあ絵を飾ることによってそういうのも全然変わってくるかなってところもありますんで、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。